どうも、アキです。サクセスやっていきます。今回は次回の天才の入部届候補デッキを使っていきたいと思います。デッキこんな感じです。はい、今回はナギ&サンバ新島の二股ですね。こちらをやっていきたいと思います。プラス、ルシファー&大谷の、まあ、筋力キャラで無限指導ができるキャラクターを二人入れているという感じでございます。では早速行きましょう。はい。渋いな、どこも。まあ、ここにしとこうか。でですね、まあこれは前回の、天才の入部届け使ったデッキ、フレンド枠をね、変えているだけなんですが、前回は、あれですね、ナルミを使いましたと。ただ、ナルミを使って思ったのは、まあ2回連続で金徳が失敗したっていうのと、あとは本当に無限指導できるキャラクター3人もいるかと。そういうところですね、はい。というかですね、それよりも彼女をもう一枚増やして二股をやっていく方がいいサクセスになるんじゃないかなと、そんな気がしました。お、パワーヒナイス。というのもですね、無限指導とか青コツとかっていう前に、そもそも赤のコツ、要はコツが発生しないとね、意味がないんですよね。で、コツが発生しない種っていうのはやはりたくさん出てくるので、そういう時にデートとかをうまくやりながら経験点稼いで、まあ、体力回復してっていう方がいいサクセスになるんじゃないかなと、そんな気が僕はしたんすよね。はい。まあ、というところでちょっとこんなデッキもね、試してみようというところでございます。頑張ってやっていきましょう。なんで基本的にはデートをやるか指導をやるか、まあ、ダブルタックに行くか、こんな感じですね。それがうまくできればマジでいい選手が作れると思います。で、あんま新島を追いすぎるのが良くないと。クリスマスは基本はナギで行きたいんで。はい。ただね、失敗があるんでね、クリスマスの。お、告白早っ。それ考えるとね、ナギはちょっとなんとも言えないと。しかも大凶だったらマジでこっちの方が経験でよっぽど低くなるんで。まあでも基本的にはやっぱりナギでね、いいルートを狙っていきたいというところです。いわゆる最大値っていうやつですね。を狙っていきましょう。はい。告白が早いので助かる。もう本当になので渋い時はひたすらデートすればいいです。まあというかですね、なんて言うんでしょうね、先にナギの評価をマックスまで持っていくみたいな作戦もできなくはないと思うんですけど、まあでもあれか、天才界ってお守り持っていけないから、それはちょっと厳しいのか。はい、ほんとなるべく新島は追わない方がいいから、まあここもデート行きましょう。まあ、新島以外のやつが守備に行ったら守備行ってもいいんですけどね。雷はもうパワーヒが来てるのであれば割と微妙なんですよね。うわー、守備職人失敗。いや、本当に脳みは早く乾燥すればするほど伸びしろになります。もう総はただ違う気がするな。最大値8上がりのやつが来るんだったら今の行ってもいいんですけど、共通イベントが来ると渋いんでやめときます。ということで、マジでデートを優先していきます。おお、いいね、いいね。ただ、まあまあ、序盤はね、そもそも指導が来てもできないっていうことが多いと思うんでいいんですけど。なので、まあ、無限指導来てほしいなと。ルシファー大谷来てほしいなというところでございます。でもまあ、デート進めておけば、そのうち大体ね、青に変えられるんで、それを狙っていきましょう。はい。これはですね、冷静に最大値じゃなくて、こっちで美味しいと思うんですよね、最近。もう最大値12ぐらい上がってるか、まあ、大谷のもあるし、能見のもあるしっていうのを考えていくと、最近結構僕、こういう選択取ることもありますね。まあ、ほんと、どうなんだろうな、結構難しいラインですけどね。まだ10月とかなんで、ここでもう最大値を上げられるっていう、そういう考え方するなら、そっちの方がいい気もするんですけど、ちょっと難しいですね。はい。どっちが正解なんだろうというところではありますが、印象が入ってきてないな。おお、阿部ひ、いいね。うわー、中途半端な体力量の時に来るな。
とりあえず成功。 OK。 これ69点も経験点違うってなればね、さすがに失敗するわけにはいかないというところでございます。いや、そうだ、3回目だから回復ないんだ。ただ前後で回復イベントが来ると読む。ほらね、ナイス。大体前後で回復イベント何かしらは来るんだよ。来なくてもまあ自然回復で怪我率 10% ぐらいまでは多分今のは持っていけたんでね。はい、アベヒパワヒが来てるの素晴らしい。ちょっと基礎値を上げますか、一回整える程度にね。これで勝ってくれ。まあ、今回感触が良ければというか絶対いいデッキだと思うんで、絶対天才はもう使おうと思ってます。いや頑張れよ。いやマジで練習試合超大切なんやって知らす。うーん、悔しい。まあでも練習試合負けても1321、まあまあな経験点出てますね。いいけど、新島の評価、まあ上がってて大丈夫か。もう多分、ナギがクリスマスは来ると思う。まあ、ほんと言うとね、早く評価上げて、バレンタインまでナギ持ってこれて、しかも全部ね、イベントが成功するとね、最高なんですけど、ナギはそこ不安定さあるんですけど、やっぱり、チーム力が上がった時の体力回復、美味しくない。プラス、この経験点が増えてるっていうところですね。まあ、そこまで含めても本当に美味しいのかなと思います。よしよし、35いける。 OK、 ナイス。こうやってちょっとタックとコツもかぶってきてほしいみたいなところは実際あるんですよね。本当に軽いこことここは潰すかっていうのがヘッスラなんだよな。まあゲッツーもか、それ言うとゲッツーアシストあたりまでか。そしたら結局ついでにブロックも潰そうってなるんだよな。そしたら全部潰し出すんだよな。ここで一回我慢、いや体当たりまで行こうか。ライダーはちょっと精神ポイントが少なかったんでこらえました。体当たりは今のが筋力練習っていうのもあるので行きました。おーおーおお、11月2週でパワヒアベヒ降格が揃ってるってもう奇跡やで。奇跡や、これは奇跡や。偉そうだ。やっていきましょう。お、いいね、いいね、いいね。で、ここで回復イベントが来れば、最高。もしくはまあ、メンタルに指導。まあ、守備職人がね、イベント負けてる分ね、抑えらんないってね。マジで回復が来る。素晴らしい。まあでも、なんか最近ちょっと思ったんですけど、回復イベントの美味しさを享受するためには、逆に体力を減らしておかないといけないっていう、何このちょっと難しい話はっていうねところはあるんですけど。うわー、イベントやばいよ。デートは2回負けたよ。これクリスマスバレンタイン負けたら許さんぞ、さすがに。これでやっぱシラスは最大値めっちゃ上がるんでね、うん、わざわざルシファー無理して最大値取らなくても、まあ選球眼と回復とっても美味しいんじゃないかなというところですね。経験点は一緒なんですけど、ね、さあ行きましょう。クリスマスだけは成功してくれよ、本当に。まあ、ナギはな、そこが全部確定だったらさすがに強すぎるんですよね、ただ冷静に。おお、パワーヒやばい。コツ4まで来た。あ、ただそうそう、これを待ってたんですよね。まあ一応成功してくれればコツ5まで。うわ、やば、本当にパワーヒコツ5になった。だったら取る必要がないんですよね。そうで、今こいつのイベントもあるんでね、まあここは一応最大値まだ取って、まあこれでマックスになるのか。オッケー。
おー、3周で来るか。まあ基本はこの通り、まあ間に合わないんですけど、まあ今回ギリギリ間に合ったなと。で、ちょっと確認。うん、大丈夫。一応ナギの方が高いんで、これがナギな、あの新島じゃなければ大丈夫ですね。 OK。 なんでパワー比は抑えなくて大丈夫。ちょっと精神がつれーので、イブシギンを抑えるのはやめておきます。あのささやき破りと。はい、いらないタイミングで回復来るな。さあ、これ失敗しないでね、本当に。もうクリス、こいつやばない？全部失敗、ここまでイベント、それはやばない。実際それはやばない。まあいいや、もうイベント失敗した分の経験点は最後に足せばいいんでね。脳内変換してやろう。代わりに大吉来いよ。おお、なんとも言えないじゃないか。なんとも言えないじゃないか。やめてくれよ。どうしてくれんだこれ。なんとも言えねえじゃねえか。イブシはやめて、広角をただ抑えようかな。いろいろコツもらいたいしな。広角アベヒは抑えよう。よし、やばいな。どうしようか。ほんと、あー、オッケーオッケー、最高の場面だね、これ。これで、燃焼まで直してくれれば完璧。頼むよ、直してね、燃焼まで。連打はいらない。よし、オッケー。連打は基本的にはあっちで抑えたかったんでね、ルシファーで。まあ仕方ないか。でも来ちゃったものは仕方ないんで取りましょう。うーん、やっぱちょっと天才界でもしお守り持っていってなくてこうなったらっていうのを考えるとちょっと怖いっすね。マッスルに勝ちに行こうぜ。今回みたいに3番新島の走りが速ければ怖い部分はありますね。ありますね。体力減らすイベント来んなよ、これ。次バレンタイン前に練習していくからな。で、どうしようか。実際パワー比を取って試合に勝ちやすくするというパターンでいこう。精神ポイントを使うもの以外は今上げちゃってもまあ悪くないかなと。よし、これで勝ってくれ、頼む、これで勝ってくれ。こっち総合 C だ。もうってくれよ、勝ってくれよ、頼むよ、炎上すんな。よし、オッケー。まあでも初戦負けてるからな、これくらいは勝ってくれないとというところですね。おお、クリスマス失敗の3877って冷静すごいっすよね。
ヒカキンさんみたいな音が出るよ、悩みすぎて。まあ実際デートでもいいような気もするけどな。でももうあと5回になってるんで、まあ攻めるか。よし、とりあえず全部ナギを持ってきたら持ってきたぞ。おお、成功した。でもまあそんな美味しくないですけどね。もうはい、56いける。オッケーオッケー。なぜなら今回意外性もう取ってますよね、確か。やっぱりもうささやき破り取っちゃうと重いな。渋い時はデート。あと5回なんで、まあほんとちょうどいいぐらいじゃないかな。焦らず渋い時にやっていけば、むしろまだまだデートできるよぐらいの感覚で終わらせられる気がしますけどね。これできる時は指導。87はただやらない方がいいんじゃないか。ただちっちゃいコツもらいに行くっていうのはありですね。流し打ち、素晴らしい。流し打ちは結構重たいんで、もう一回もらおうかな。うん、ミートを上げて金徳の成功率を上げておきたいというのもあって、いい口実になるんでこっちにします。口実作り、オッケー。チャンスメーカーナイス。失敗するんかい。せっかくミートあげたのに。イベント負けすぎ打ち、イベント負けすぎ打ち。今回トシヤトシヤトシヤ。流し打ちはやっぱ重いな、さすがに重いな。で井戸端来るなら早め、これは鉄則よ、鉄則。この微妙な体力量で削るか。ここ挟もうかな。経験って今もかなり良かったので、70近くあった、70以上あったか。さすがに回復しつつ70以上終わるじゃない。でナギを入れるとこれも美味しいですね。こう作れんの、次にこの上り調子も悪くない。あ、ただこれ精神ポイント的に今上り調子つらいな。意外とデートやばいかも。もうどんどんやっていこう。うん、デート意外とやばいわ。さっきのメンタル練習じゃなくてデートでよかったかも。クソ、コブ連続で来るか。ただもう大体欲しいのは来てるんで無理して抑えない。これ結構鉄則。もうイベント1個も勝たないじゃん、全部負けてるじゃん。イベントの成功だけでも相当経験って伸びるだろ。今回マジで1000近く伸びるまであるわ。1000は言い過ぎたけど、けどベースに500は絶対伸びるぞ、イベントだけで。うん、このタイミングなら何とでもなるかな。グラン
いや、これは帝王行くでしょう。うん、デート意外とやばいな。足爆だ。最近破り、さすがにここで抑えようかなと思います。はい、うん、でまたちょっと能力を上げようかな。よし、いけい。さあ勝ってくれよ、勝ってくれよ。あー、ダメだこりゃ。練習試合1回しか勝てないし、イベントは勝てねえし。ただこれで高経験点を出して、これ以下はないと。ん？あれ？あれ？あれ？勝ってる。これまたあれか、例のさよならした時に更新されないやつか。やばいでしょ。でもこんだけイベント負けてて5598点は本当に伸びしろしかない状態でね、このえげつない経験点を出していく。そう、これが私がやりたいサクセスです。これが私がやりたいサクセスです。いきましょう。うん、総合 A はやっぱこの余裕のよっちゃんですね。デートあと3回ね。ちょっとやばいな。まあだから逆に言うと本当にシビー、これはやべえ、シビーって思った瞬間、これ割と言ってもいいんですけどね。でもデートにしとこう。これやべえ、シビーと思った瞬間にすぐデートやるっていうのは、まあ一つ、やるべき方がいいことなのかなと思いますね。はい、本当に渋い種をなくしていこう。そういうデッキでございます。これやべえ、シビーと思った。でも今回も結構デートを選択してきたつもりだけどな。お、いいね。大谷も絡めよ、ここに。今回そういえば大谷ルシファーのダブルタック来てないですね。それはやっぱり来てくんないとなというところはあるんでね。これはシビーでしょ、これも。もう抑えよ。これはシビーと取って、ニジマ。うん、あとデート1回。やっぱいけるわ。10回は全然できる。さすがにできる。さすがに渋い時がある。さっきのメンタル練習はもはや行ってた方が良かったんじゃないかと思うレベルだ。ほらーほーらー、パワープロをしてごらん。怪我をするよ。不眠症にもなるよ。サボり癖もつくよ。これがあなたのサクセス。86は厳しいかな。厳しいか。わあ、きっちいな。惜しいな。さっきのメンタル練習行けばよかったな。やっぱ難しいですね、その辺のデート詰まってる詰まってない感覚問題。意外と詰まってなかったんだよ、思ったより。うわ、指導来ない。おー、ダブルタック。うん、でもなんだかんだちょっと能力上げていいかな。まあまあ普通の回収も悪くないですし、お寿司。お寿司お寿司。ただなんか指導いけない、微妙なタイミングがなんか多かった気がするというか、イベント負けてる分それがもう経験点来てたら多分それもいけて、もう
100点綺麗にはまったんだろうなっていう感覚があるんで、それを天才会でやりましょう。ただあーだこうだ言いながらこの経験点出すよっていうのを最後見せたいんで、とりあえず新島だけエピローグ成功希望部やっていきましょう。希望部よーし、さすがに今回結構指導してるから負けねえよな。危ないぞ。なんかQ の秒欲しいですね。冷静になってこっちにしとこうかな。経験点すごい良かったし、回復がやっぱ美味しいですね今ので。もしかしてナギがまだ強化やばいかも。いけるか、いけたのか。やばい、ずっと確認してたらよかった。目分量じゃわからない問題がまた発生している。なんかイベント起こったっけあの後。うん、まあまあ悪くはないぞ。とりあえず阿部ヒパワヒ降格が来てるのが大きいですね。あと打球伸び、おいや、ホールド勝ちしようぜ、パワーコーなんて。よいしょー、さらばスバルよ。実際137キロ、コンスタ CC 総編314の8か、ピッチャーいれば甲子園いけるけどな、大体、多分。知らんけど。怖ければ何を追ってもいいんだけどな。いやー、わかんねえな。これ、じゃあ大谷と見比べてどうですか、皆さん。いやー、変わらなくない？大谷と見比べてこれ。いや、これは変わらない、さすがに。ほら。みんな見て、あ、そう、僕のね、動画はね、縦画面拡大っていうのがスマートフォンでできるんでね、それやっていただければ多分今のが変わらないということでよろしいでしょう。はい、行きましょう。ん、新島ももう完走したよな。エースケーラー来てる。60、喜んでやっていきましょう。お待たせいたしました。4番、うん、悪くないの、盆栽で悪くない能力ではあるけどな。やっぱサクセス楽しいな。なんだかんだ、なんだかんだ言いながらめちゃめちゃおもろいな、しらすのサクセスは。まあ、結局僕最近思ったんですけど、サクセスって何が楽しいんだろうって。今まで、なんだかんだ一回も100点のサクセスって多分人生でやったことないんですよ。こないだの名教が、まあ100点ではないわ、あれも金徳も取ってないんでね。まだちょっとそれには近いかなっていう感じではありますけど。結局そこなんだ。まだ伸びしろがあるぞと。思いつつなんだかんだサクセスができるんで、それが多分楽しいんですよ。うん、間違いない。
これは間違いないわ。まだワイは参るぞ。ちょっと思いつつやれるっていうところですね。はい、ワイはまだ参る。行きましょう。お待たせいたしました。共に絆を。ツーアウトランナー一塁という場面で勝見投げた。爆速ストレートを見送ってボール。初球外してきました。投げました。これはいい当たりだ。いってー。上が。わかれ149メートルも吹っ飛ばしちゃう。気持ちいいというか。実際149メートルも吹っ飛ばす高校生ってやばいよな。伸びのあるストレート。150も全然打つもんな。ほら。151やべえよ。地方球場はパープロ君のためにあるのかって言われてしまうね。やってみましょう。シラスリードで迎える8回です。ツーアウトランナーなしという場面で勝見。ここまで。これはいい当たりだ。いったー。入った入った。シラス。いやー、ナギの評価がいけるかどうかだけは怖すぎる。ちょっとどっかにかぶってくんねえかな。うまくどっかしらの練習にかぶってくんねえかな。いやー、いけるでしょ。だって一もう数値化しろよ。本当に数値化しろよ。もう冗談抜きに。今まで一度も冗談で言ったことはないけど、数値化してくれよマジで。わかんないじゃんこれ、本気で。本気でわかんないじゃん。よし、行きましょう。じゃ天才使えば総合 S。 いやー、デート10回やって総合 S はそれこそすごすぎるか。それこそ満点サクセスやんない。さすがに何か、まあ、総合 A こうやってしっかりと8月3週までに出れば何の問題もないかなとは思います。はい、シラスリードで迎える3回です。ワンアウトランナーなしという場面で打ちました。痛烈、いったー、入った入った。6回の裏、シラス攻撃に入ります。この回のトップバッターは勝見。今日3打点を挙げています。いいね。危ね。シラスリードで迎える8回です。ワンアウトランナーなしという場面で全打席集中してホームランを打っとかないと何が起こるか分かんない。第2球投げました。これはいい当たりだ。いったー。最後凪だけ怖いよ。これは絶対行きたいな。48号65まで上げよう。65まで上げてなお思うのは精神ポイントは結構余りそうなんで満塁を取ろう。よし、リベンジも取ろう。よし、ラッキーボーイも取ろう。よし、精神ポイントを思いっきり使うというとこの辺でしょうか。そうですね、この辺りですね。あ、チャンスが来てないのか。なるほど。なるほど。じゃあちょっと取り次ぎ良くないな。じゃあこれでいこう。なるほど、チャンスが来てなかったか。で、なんと走塁が骨後になりましたと。いや、エピログ大丈夫かな。めっちゃ不安なんだけど。次からちゃんと井戸端が起こってから経験点が
ゲームじゃないや、評価が回復しているかどうか確かめて。ちょっと待って、集中。何ストレートを打ち損じているんだ。シラスリードで迎える3回です。ツーアウトランナー1塁という場面。打った、これは強烈、いった、入った入った。シラスリードで迎える5回です。ワンアウトランナー1塁という場面。打ちました、痛烈、いった、完璧。シラスダメ押しのチャンスです。ワンアウトランナー二塁という場面で勝見、今日4打点を挙げています。第2球投げました、ボール、はっきりしたボール球。カウントは2ボールノーストライクです。ダメ押しのホームランはレフト線。シラスナイス。いや、ナギいたらナギ追っとく？いやー、わかんねえよ。いや、もういい、攻める、もういい、攻める。まあ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 、これはね、盆栽館なんで攻めましょう。いやー、でも同盟分量で見ても減ってるようには見えなかったけどな、今のはマジで。さすがにな、同盟分量で見ても今のは足りないようには見えなかった。これも足りてなかったらね、事案やで、事案やっていきましょう。これ足りてなかったら事案やで、さすがに。シラス追加点のチャンスを迎えました。ノーアウトランナー一塁三塁という場面で勝見。投球これから2球目。なぜだろう、試験の一ノ瀬は打てないけど、正直ここの一ノ瀬はあんまり打てないと感じたことはない。まあ、あれか、ボール選べるからか。いやでも変化球でも全部打てるけどな、正直。見とけ、全部打ってやるわ。おい、変わるんかい、変わるんかい。ほら打てるやん。まああとあれか、ここはもう最後の試合なんで能力が上がってるっていう、そういうからくりがありました。ほら余裕余裕、気楽な気持ちで打てば暁の試験ももしかしたら簡単なのかもしれない。いやーちょっと本当にナギのエピローグが戻ってるのかどうかだけはマジで心配すぎる。そして新島のエピローグが来るのか。ほら来る、来るんすよ大体ね。おお、オッケーオッケーオッケー、ほらエピローグ完璧、完璧やん。で今回クリスマスの失敗、ルシファー雷の失敗と、まあいっぱいありましたんで、あとデート2回の失敗で骨云々っていうのもありますね。まあ経験でまだまだ伸びます、まだまだ伸びます。余裕の1万点超えですね。これはもう余裕の1万超えと言って間違いないっす。いやー、ということでいいデッキなんですよ、これが。総合力 A もしっかりいって、まあコツも A いってるってことはコツもしっかり入ってるってことなんでね。いいデッキなんですよ、ほんと皆さん。多分今回でね、ご理解いただけたと思いますわ、これ。うん。どうですか、皆さん。このデッキ。天才。いいんじゃないでしょうかっていうね。お話でございました。で、あれ敏将がこんな、マジか。これは意外すぎた。これは意外すぎたわ、さすがに。え、嘘、こんな敏将あれなの、これちょっと意外やな。これは意外だったわ、こんな敏将最後あれなんですね。じゃあどうしよう、新島はあれだな。まあでも今回そうか。肩守備をあんまり上げてないっていうのはあるか。新島、走塁練習にしなくていいかなって一瞬思ったんですけど。まあで、かつ内野安打も本塁生還もこっち来てるからか。どうなんだろう。敏将意外だったな。敏将が一番入りにくいはずのデッキではあるんですが。これは意外な結果に終わりましたね。もしくは、まあチャンスを取りたいな。
おわー、これ結構意外だったな。まあいいや、ちょそこだけ動画見返して自分で考えよう、考え直そう。こんなに便所入ってきたかっていうね。 SQ、 うわ惜しい惜しい。もうこれクリスマス成功か、なんかなんかのイベントが1個成功してたら絶対 SS やん。なんかが、ほらなんかが、ほらほらね、強いでしょこのデッキっていうね。ただの盆栽サクセスやでっていう。いやーどうせなら盆栽 SS って書きたかったわ。めっちゃ強いやろっていう、めっちゃ強いデッキやで。これで天才使おう、もう間違いない。これで天才使おう。まあただ立ち回りでどうし、立ち回り云々でどうしようもないのが新島だけ。あのエピローグだけは、まあでも僕今んとここれで8分の7は来てるんで、エピローグもう信じるしかないっす。というわけで、いやーいいデッキができたなというサクセスでございました。今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければぜひともチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。はい。でですね、まあ最後まあ振り返るとというかですね、まあ最近僕がこの一つやってるのとして、まあしらす水産でナギと選手兼彼女、まあ一人内者二人の二股ですね。まとめますと、ナギちゃんに関してはやはり、まあ、経験点もともといい彼女っていうのに加えて、まあ、評価とかがイベントで上がっていく。そして何よりチーム力が上がった時に経験点がプラス40点プラス体力回復までついてくるので、まあその回復もほんとハマればめちゃめちゃ伸びると。やっぱりナギちゃんに関してはまあしらすはやっぱナギだなというところでございます。で選手兼彼女に関しては、まあ、デートをやりつつ、まあ、指導もできるというところですね。実際しらすって練習レベルもメンタル以外全部1ですし、タックはそんなに美味しくならないんで結局指導なんですよね。なのでこの指導もできるし、渋い時に体力回復やる気回復をしながら経験点をもらえると。でさすがにその、まあ、前回なんかはその選手兼彼女使って無限指導できる3人を連れて行ったんですけど、それでもやっぱ渋い州っていうのはあるんですよね。打撃筋力メンタルでダブルタック組める編成で無限指導3人も連れて行っても渋い時はあると。なんで実はデート10回ぐらいこうやってやるのが一番バランスいいんじゃないかと、まあそういう考えの結果生まれたのがこのデッキです。うん、いいなっていう。いや、ほんとよかったっす。普通にいいと思いましたね。はい。というところで、ぜひとも皆さんね、参考にしてみていただければ幸いです。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ちなみに過去にそういう三股もやってるんで、よければ動画見てください。アディオス。